マリアはね、ベアトリーチェとお友達なの。今日だって会って一緒に遊ぶよ。遊びますか？うん、遊ぶよ。一緒にね、魔法のお勉強をするの。お父様は研究で大変ご多忙と仰せです。残念ながら、こちらへはおいでになれないとのことです。やれやれ、こちとら秋の大忙しの中、日程をつけて、はるばる六軒島まで来てるんだぜ。親父も少しは愛想を良くしてもらいたいもんだぜ。本当よね。南條先生、本当に研究や機嫌の問題なの？ベッドから起き上がれないくらいに容体が悪いって言うんじゃないの？さて、どうでしょうかな。私の口からは何とも。お父様はますますにご健康でいらっしゃいます。寝たきりなどと失礼極まりない。でも余命3ヶ月なんでしょ？普通に考えれば、痩せ衰えてベッドからも起きられないはずよ。でしょ、南條先生？波の患者ならそうでしょうがな。金蔵さんは波外れた気力をお持ちです。あの気迫にお迎えも恐れて近寄れないのかもしれませんが。それほどまでにお元気なら、少なくとも安心ね。そこまで元気なら、せめて挨拶くらいはさせてほしいもんなんだがな。親族会議ってのは、親父の顔を見に来たって意味なんだぜ。これじゃ、何のために来たのかわからねえぜ。そう言うな。いればいたで、心が休まらないといつもぼやくのだろうが。兄弟一同水入らずで、今年も全員欠けることなく集まれたことを、喜ぼうじゃないかね。昨年の親族会議でも会えなかったのよ。血を分けた子供たちが2年ぶりに挨拶したいというのがどうして理解してもらえないのかしら。挨拶の言葉があるのでしたら、私どもがお伝えします。それともエヴァさん、何かお父様にお会いして挨拶以上のお話でもあられるのですか？いやね、何の話よ。もう予算か、エヴァ。夏井さん、カニーナ、エヴァも娘としてお父さんの病状が不安なだけなんや。ちょいと気持ちを汲み取ってな。その通りだな。エヴァは親父殿が嫁を宣告されてから急に親孝行をするようになったじゃないか。なるほど。その姿をぜひ見てもらいたいという気持ちもわからなくない。何が言いたいのよ。よせよ、姉貴。晩飯までには機嫌を直してくれるよう祈ろうじゃねえか。それに俺たちは到着したばかり。まずは軽く挨拶に訪れただけだぜ。親族会議は親父抜きだってできる。いや、兄弟で意見を統一してからじゃなきゃ話せねえことだっていろいろあるはずだぜ。な、秀吉兄さん。そうや、ルドルフ君の言う通りや。わしらが全員顔を揃えるのは年に一度しかない。貴重な時間を大事にし、忌憚ない話し合いをせんといかん。でも、その前に本家の素晴らしい調度品に囲まれた客間で、のんびりと紅茶を楽しむゆとりがあってもいいんじゃないかしら。します。お茶をお持ちいたしました。よー、シャノンちゃん、ますますべっぴんさんになったな。
ローザさん、兄弟で水いらずなのでは？ご冗談を。ごめんなさい。気を悪くしないで。うちの夫に呆れてるだけだから。だいぶ風が出てきているようですね。枝葉があんなに揺れて。もう台風が近くまで来ているのでしょうね。今夜あたりからはだいぶ降るのかしら。マリアちゃん、この一年で随分立派になりましたね。そう見えます。未だに自分のお洋服を畳むことすらできないんですよ。ええ、こんなにも愛情たっぷりなお母さんと一緒なんですもの。心の豊かな子に成長しますよ。私なんて母親失格ですよ。子に生まれる親は選べない。花子がかわいそうで。お互い様じゃないですか。親だって生まれる子は選べない。どちらが悪いとかじゃなくて、一緒に生きていくんだという気持ちでゆっくり成長を見守ってあげればいいじゃないですか。ローザさんは毎日をマリアちゃんと過ごしてるから小さな変化に気づかないかもしれないけれど、一年ぶりに再会した私たちにはその大きな成長ぶりがよくわかりますよ。もし本気で言ってくれてるならありがとうございます。それでは失礼いたします。ご用がありましたらいつでもお呼びつけください。お父様がいらっしゃられないなら、それはそれでできる話もあるというものよ。ねえ、ルドルフ。ああ、そうだね。俺たちははるばるここまで、誇りの匂いがする紅茶を飲みに来たわけじゃねえぜ。よかろう。一秒を争ってお前たちがしたいという話を聞こうじゃないか。やれやれ、たくましい人たちね。早速始めたわ。私も加わらないといけないわ、あの人たち。私が主張しないと四人兄弟であることをすぐ忘れるから。あなたも大変ね。ちょっと言葉を選ばなかったかしら。ごめんなさい。ううん、気にしてません。こちらこそごめんなさい。私たち互いに娘を持つ母親同士なんだから、もっと交流しなきゃいけないのに、いつも会えば変な話ばかりで。この屋敷の空気のせいよ。ここの空気を嗅ぐといつも私たちはギスギスし合ってるもの。ローザさんとは親族会議じゃない席で一度ゆっくりお茶でも飲みたいわ。銀座に行きつけの素敵な喫茶店があるの。ぜひ今度招待させて。ありがとう、キリエさん。その時はぜひ。いやーね、急に空が暗くなってきたわ。まるでこの部屋の人たちが天気を悪くしてるみたい。もうゴロゴロ鳴ってるわ。あら、ぽつりと来たかしら。なんだ、どうしたんだね。ごめんなさい。ちょっと表に行ってきます。すぐ戻ります。なんだなんだ、どうしたってんだあいつ。いいじゃない、すぐ戻るわよ。
それより始めたら、私たちの本題。そうね、ローザ抜きでも進められる話よ。話を戻しましょう。つねられたけど我慢してママが帰ってくるの泣かずに待ってた。マリア、ママを許して、ママを許して。ママは悪くないの。また悪い魔女に取り憑かれただけなの。だから平気。ママ大好き、愛してる。もうすぐお昼よ。ママと一緒にお屋敷に行きましょう。おう、行かない。どうして？ね、もうすぐ来るの。だから待ってるの。マリア、ベアトリーチェが来るの？はい。さあ、なら、ここじゃなくて、
お屋敷の中で待ちましょう。いつまでもこんな風の中にいたら風邪をひいてしまうわ。クール、ベアトリーチェはクール。そしたらね、ベアトリーチェにね、お菓子あげるの。トリックオアトリートするの。ジャックオーランタンのマシュマロお菓子あげて、ハッピーハロウィンって言うの。久しぶりよ。元気であったか？うん、マリアは元気。魔女は風邪をひかない。うん。魔女は呪いにて風邪をひかせはするが、自らがひいてはなんとも間抜けな話よ。せいぜい自らが風邪をひくことなどないよう、これからも精進するがいい。